赤へ呪い。でもあなたピンクでしょ？うちがこのチャンネルで唯一赤に近いんやで。日本語タイトルってことは、和製のホラゲって思うよね。楽天モバイルじゃねえか。日本語翻訳、ないの。ああ、確かに、画面上には英語しか映ってないね。ということです。これは和風ホラゲ。今日はうちがプレイしていきます。あと一つ心配なことがあるんやけどな。何？このゲーム、Steam では不評なんよな。大丈夫なの？わからん。でも、部屋にでっかく、愛と、勇気だけが、友達って書いてる、そのセンスをうちは信じたいんや。アンパンさんが住んでるのかも。いや、ネオン街なんかに住んでたらあかんで、アンパンさん。もうこれと言って調べるものがないかな。お、電話や。はい。今の見た？光の速さで受話器が飛び降りていったね。そんな電話取れるかいな。さて、もう調べるものなさそうやけど、扉が開かんのかな？あ、開いた。だれ？わーお。酩酊状態イベント。でっかい虫やな。てか、あかりちゃんさっきのはビビらんかったんや。うん、なんか人っぽいのが出て、一瞬で画面切り替わったから、なんというか、よく認識できなかった。なるほど。まあ、初手はこれくらいやろ。ここはどんどん進んでいくで。これは、誰かの記憶を追体験してる感じかな。お部屋に、お酒のボトルがいっぱいあったし、それで酩酊状態になってるってことだよね。まあ、どこまでストーリーを追いかけられるのか、不評のゲームってのがどうも気になってしまうんよな。なんか人っぽいのが倒れてるけど、視界が歪みすぎてわからへん。次行くか。これってかやんな。こんなでかいやつに血吸われたら、献血で取られるくらいの血液持っていかれそう。その前にこんなでっかい蚊が自分に接触してると考えるだけで怖いよ。確かに。ろうそくは、ライターとコンバインでいける、よく見るスタイルや。おう、全然雰囲気はいい感じやけどな。壁に日本語書いてるね。日本語もせやけど、数字もあったわ。これは覚えてた方が良さげ。ここにもあった。これで4桁。この部屋の扉の付近に、ナンバー式のロックがあったけど、4桁だったらこれでいけるな。ねえねえ、お部屋出る前に壁の日本語読みたい。あ、せやな、一応観察してみるか。なんか面白いこと書いててほしい。走る。罪。悲しみ？ふわゆう。からの。悲しみ。地獄。わけわかんなかった。これがいわゆる外国人の誤った日本イメージってやつやな。これ書いておけば日本っぽいだろうって言ってるのかな。言うてるで。さて、ロックは3103で解除できた。あ、どうも。さよなら。幽霊が柄物の服着てると、なんだか服が目立っちゃわない？せやな。ボーダー着てたな。ごめんなさい。いや、謝らんでもええよ。今のは誰が喋ったの？幽霊なのか、自分なのか。発音はごめんなさいやった。スナイパー？うちは今丸腰関西やのに。すぐ枯れるね。何か起こってるらしいけど、ようわからへん。いいじゃん。その方が怖くなくって助かるよ。なんや、雰囲気はホームスイートホームみたいな感じやけど、雰囲気だけやな。私でもできたかもね。変わろうか。いえ、結構です。手で剥がせるタイプのバリケードや。何の意味もないじゃん。ガムテープくらいのもんやな。私はそれよりもそれも飲んどなかなくて、私はそれのイスだけ悪い。うちでそれも飲んで終わりませんでして。うち日本人やのに、なんで日本語聞き取られへんのやろ。大丈夫、私もわかんなかったから。なんか食べ物みたいなん拾った。と、ここにはカニがあった。食べ物って、うわ、気持ち悪。何この絵。何話してたんだっけ。あ、そうだ。食べ物って、多分回復アイテムだよね。追いかけられるのかな。ここで追いかけられたら回避する場所ないし、すぐ壁に追いやられてしまいそうやけどな。ろうそく拾った。またカニも拾えた。なんだか、減ってない？なんちゅう顔しとるんや。ホラゲに出てくる人形の中でも、一番ふざけた表情してるで。言うてこんなもんやな。アイテムもすぐ見つかるし、そこまでひどいゲームとも思わんけど。あ、これ。
葵は絶対これ好きやで。だね、こういうの見るとすっごいニコニコするよね。葵はどこで頭のネジが外れてしもたんやろか。ネジ締めると基本数増やしておかないとね。いやもうネジやなくてボルトで行くわ。ごめんなさい、私は私に一緒に帰国寝なくて思ったりしています。このちょっと日本語が話せる外国人風の読み上げが面白い。でも本当に日本語なの？やっぱりわかんないよ。結論、日本語風外国語やった。バックパックが拾えた。これサバイバルゲームなん？これでろうそく拾い放題じゃん。でもまだ開幕から1本しか使ってないんよな。普通に持ちがいいろうそくだった。確かまだナンバー式のロックがあって4、7、9、あと1つどこかにあるんかな。あの横線がいくつかあるのは何なの？何でしょう。いくつかの横線に間の抜けた線が1、2、3、4、4本。これ間の抜けてる線の数なんじゃない？ほう、とするとあれは1ってことかな。じゃあ4、7、9、1やな。それで試してみようか。えへへ、実は私って賢いキャラなんだよね。うちも賢いキャラやで。私のが上手だぞ。あれ、ここインタラクトできる。すー、入れた。うちは幽霊なんか？ワグジョン。これロッカーと違って扉がないから幽霊開けてこんかも。絶対幽霊も中に入れるって。あ、そうか。ブレーカー越しにようこんな字書いたな。罪って字をよく見るね。一体どんな罪を犯したというのか。そら、壁に落書きした罪よ。なんだそれ。海の扉は鍵かかってるな。今気づいたんだけど、左下に数字があるね。まあこれが HP やろうな。回復アイテムと思われる食べ物も手に入ってるし、どこかで幽霊と接触することになるんか。言うて難易度の選択なんてなかったな。即死とかリフチンなダメージがあっての不評レビューやったんやろうか。何かいるの？いや、いなさそう。何この不気味な声は。おもろいな。雰囲気的なところは全然イケてるのに。これで不評がつくんやから、どの要素なんか気になるわ。確かに雰囲気はまともにクラゲだよね。さっきの泣いてる声、エフェクトがかかって不気味だったな。せやな。ただの泣き声とかやったら正直スルーしてもええけど、今のはちょっと気持ち悪かった。しかしこれといって何も見つからへんな。あ、こんなところに。おはげ。かわいそうに、幽霊にやられてしもたんやな。ケオ？ああ、おセンシティブなお話やからあんまり触れんといたげようや。さて、どんどん進んでいくんやけど。むっ、何やら幽霊がスポーンしたようなサウンドやなかった。何か迫ってきそうな音だった。でもこの辺りで隠れたり回避できるような構造ないんやけど。どうしようかな。とりあえずここに鍵が。あれ、取れへんやん。もうしゃあないな。おそらくさっきの階段上がったところの扉の鍵なんだろうけど、一応目的地までのポイントが表示されてるのはありがたいね。うわーっと、出たー、逃げてー。嘘やろ、この音も何も発生してない間に HP が減ってるんだけど。っていうか空間が狭い上になんだか高速移動してるみたいで見づらいよ。これデフォルトのダッシュです。でも相手も同じくらいの速度やから走らずにはいられない。ほんまにもう登場するなら音くらい出さんかい。ろうそくめっちゃ短いよ。ほんまや。でも大丈夫、うちろうそくいっぱい持ってるから。新しいろうそく準備してって。おい、なんでしもたんや。今から使うっちゅうのに。何一人でコントやってんのさ。コント、ろうそくすんのかいすんのかい、なんて言うとりますけども、ろうそく兄さん、開幕の挨拶がいきなりやめさせてもらうわは間違えてませんか？ろうそくとコントしてるところ悪いんだけど、なんだか雰囲気がおかしいよ。まあでもここなら広いし、結構移動速度も速いから、敵の挙動がわかれば逃げ切れそうな。うわぁ！即死イベントか？え？今の盛り上がりは、何だったの？今の演出から、何にも繋がるものがなかったのがめちゃくちゃ惜しいな。2回3回と今の演出が出てきても見慣れてしまうやろうから。おっと、何か地面張ってるやつがいたぞ。これは真面目に逃げる場面や。一旦ここの柱で旋回してから進路を確保したと思ったら、
もうおらんかった。一人で何やってんの。うちが悪いん。てか今右手にいた幽霊スルーしたでしょ。なんというかチェイスの難易度が高くないといえばそうなんよな。あの手は動かないかな。うん、いけるいける。なんやここは。車石とはドーンって出てきたけど見覚えないんよな。これも知らないね。見たようで見たことないオブジェクト。信号機。道路標識だ。シャバには一度も出てないはずやで。どうしようかな。これが結末やでーと言わんばかりに出てきたけど全くわからんわ。まあメモ類一切見てないからね。仕方ないよね。せやな。それにうちの体感では低価格ホラーは6、7割が理解できずに終わるもんなんよな。あ、終わっちゃった。あ、うちこのゲームの不評の原因わかったかもしれん。え、なになに。たけーで、低価格ホラーじゃないじゃん。ワンコインくらいならクオリティ含めて頑張ってるゲームって印象なんやけどな。ま、でも個人的には楽しかったで。みんなだったらどう評価する？コメントで聞かせてね。なんでうちの前に来るん？